前川渡る大橋とは、長野県の安佐川に架か,かる、松本市安住にある、長野県道84号乗倉竹線の橋。国道158号から、長野県道84号乗倉竹線が分岐して、すぐに、この橋がある。国道158号はこの辺りでは、安佐川左岸を通っており、右岸方向に、長野県道84号乗倉竹線を分岐させる。 分岐するとすぐに、この前、川旅大橋がある。長は渡るダムによってできたダム湖をまたぐ橋である。谷が深くダムの水が溜まっているため、橋梁を支える橋台が両岸の岩盤に固定されているだけで、橋脚はない。全体が鉄骨製で朱色に塗られている。長は渡るダムによる淡水の結果、それ以前の道路や前川渡る橋が水没することになった。そのため、 長尾渡るダムよりも上流部分の道路の付け替え工事の一環として前川渡る大橋が架けられた前川渡る大橋の道路部分見える水面は長尾渡るダムによってできた四湖で左奥の川は前川である国道158号から長野県道84号乗倉竹線が分岐するのは国道の前川旅トンネルと徳佐トンネルの短い区間に作られた t 字路交差点で信号機が置かれている。下流の前川旅トンネルから進む場合、上高地方向や安房トンネルを経て岐阜県方向に行くためには直進し、乗倉高原方面に行くためには左折してこの橋を渡る。上流の特措トンネルから県道に入る際は、この t 字路での右折が禁止されているので、この交差点ですぐに右折して県道側に入ることはできない。 一旦直進して、前川渡るトンネルを過ぎたところに U ターン路が作られているので、ここで U ターンしてから T 字交差点に戻り左折して、乗倉方面に向かわなくてはならない。ありがとうございます。